韓国誠新女子大学のノゾ &22384、特22教授は2日、IOC のトーマス・バッハ会長と全世界の IOC 委員全員に東京五輪ホームページの竹島表記を削除するよう抗議メールを送ったと明らかにした。先月、祖教授は東京五輪ホームページの竹島表記を初めて発見して IOC 側に抗議のメールを送ったが、 日本側に問い合わせるようにという回答を受けたことに対して蘇教授は再び抗議のメールを送った。蘇教授はジャック・ロゲ・ガン IOC 会長ら47人の IOC 名誉会員にも同じ内容の抗議メールを送り、IOC の竹島に関する二重基準を指摘した。蘇教授は前回の平昌冬季五輪当時、朝鮮半島旗の特途表記に対して日本側は抗議し、 また IOC でも韓国側に特途表記が政治的な問題だとして外すことを勧告し、韓国はこれを受け入れたと2018年度の状況を説明した。祖教授は IOC が現在、当時とは違った立場を見せているが、特途表記が政治的な意図ではなく地形学部的な表記という日本側の一方的な主張を受け入れて、特途表記を外すよう勧告していないと公平性論争を指摘した。そして、 最も中立的な立場を固まもすべき IOC がこうした偏った行動を取るのはオリンピック精神にも反する行為だ。日本側が特との表記を削除できるよう、できるだけ早く措置を取ってほしいと強調した。また、祖教授は抗議メールに地理的、歴史的、国裁法的に竹島が韓国固有の領土であることを証明する英文資料も添付した。 一方で祖教授は東京五輪組織委員会の橋本聖子委員長や組織委員会側に対し、竹島の表記を削除するよう抗議のメールを送り続けている。